はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、大型トラックを運転する上で最も危険なポイントについてお話をしていこうと考えております。そのポイントというのがこちらですね。運転席右側のドアの部分です。この部分がなぜ危険なのかというと、実はここだけは運転席に座った状態では絶対に見ることができないスペースなんですね。具体的に言いますと、大型トラックのミラーの死角に完全に入っており、また運転席から大きく死角になる範囲に該当しますので、このように運転席の窓から顔を出して下を覗き込まないと物理的に見ることができない唯一のスペースなんですね。この位置に歩行者、自転車、もしくは二輪車といったようなものが止まっていた場合、大型トラックの運転席からは 100% 見ることができませんので、その存在に気づくことができないということになります。よって大型トラックで最も危険なエリアというのは運転席の右側、ドアの下の部分なんですね。ですので、例えば自転車やバイク等で道路を走行中にこの位置に自分の車体もしくは体が入ってしまうと、大型トラックからは絶対に認知することができませんので、トラックが右折を始めた際には確実に命を落とすことになる最も危険なポイントなんですね。よく大型トラックの巻き込み事故というのは運転席から遠い左側に起こりがちであるというふうに指導する指導員も多いんですけれども、私は右折にこそ大型トラックの運用上の危険が最も集中するポイントであると考えています。大型トラックのミラーというのはこのように視認できる範囲の制限というものがありまして、この完全に死角になっている部分、ここに関してはミラーでは安全確認が絶対にできないポイントになっているわけなんですね。いくらその場所が危険だからといって、大型トラックを運行中にそんなところに人やバイクや二輪車というものが入ってくれば、走ってればわかるだろうというふうにおっしゃれる方も非常に多いんですけれども、一番危険なシチュエーションというのは、例えば仮眠した後、もしくは停車中に日報を書いた後といったように、これから大型トラックが走行し始めるその瞬間というのが最も危険な状態になります。つまり一度ミラーから目線を離している時間が生まれたとすれば、その間にこの運転席右側ドアの下の部分に、二輪車、自転車、もしくは歩行者が移動し立っているかもしれないということを常に念頭に置いて運行する必要があります。可能であれば右折の際には必ず窓を開けて、自分の運転席から目視でこのように下の部分を確認してから走行し始めるというのが最も安全な発進前安全確認なんですね。この運転席右側ドアの下の部分というのは運転手にとっても非常に抜けているポイントであり、ここが見えないということに気づいていないドライバーも多数存在します。ですので大型トラックに乗る際には左側、前方、それから左右の安全確認を常にミラーで行うことは当然のことなんですが、この右側の死角になる部分、ここを窓を開けて目視で確認するというようなことを状況によっては確実に行っていただきたいと考えております。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はですね、大型トラックの中で最も危険なポイントについて詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。おやすみなさーい。